皆さんこんにちは、ひろえです。今日は企画という企画でもないんですが、友達と焼肉を食べに行くので、その様子を Vlog みたいな感じで出せたらなと思います。ここはどこでしょう？分かる人は分かると思います。浅草です。一人でこれやってるとめっちゃ恥ずかしいですけど、これからお店に向かいたいと思います。お店着きました。サンキューということで、今からお店の中入っていきたいと思います。このお店はタンキというんですけど、たくさんの有名人のサインがあります。僕も前に来たことがあるので、もしかしたらサイン書いたかちょっとあんま覚えてないんですけど、はい。早速美味しいご飯が来てます。今日一緒に来た友達をちょっと紹介させてもらいます。はい、このヒゲ坊主ヒデちゃんです。僕と同い年なんですけど、まあ、IT 系の企業に勤めて、どのぐらい知り合って7年、8年、9年、10年ぐらいかな。うん、まあ全然地元が一緒とかではないんですけど、まあ、仲良くなって、まあ、今でもいろんなこと相談させてもらったり、まあ、楽しいことを一緒にしたりしてます。もう一人、ユキ緊張しないですねゴールデンコンセプトって僕も使わせてもらってるこのアプローチの社長です。はい、うわー、お肉来ました。炙りユッケ、うわー、めっちゃうまそう。カルビです、カルビ。あれ、ユッキーはさ、今さ、まあ、そのゴールデンコンセプトとしてすごい、まあ、有名になってるか、例えば女の子とかがあって、で、こういう会社やってるみたいな感じで言ったら、モテる。いや、3社って結構知らないぐらい。あ、まあ、知らないか。でも、なんか、大体のお店は、すごい、お客さん、会社としての野望みたいな。会社としての野望は、まあ、野望っていうか、やっぱメンバー入れ替えたくないと思う。あ、結構、そこまず身内でやってるイメージするか。リスクだと何度もそのまま上がっていきたい。そうだね、メンバー最初だから、まあ、5年後、10年後同じメンバーでやるから、もう大成功。それはいいです。インキーが表参道、いや、表参道渋谷って話にお店構えるとき、友達と工事やってて、俺は工事できないからレッドブルだから差し入れをしてた。一切手伝ってくれた頑張れ床とか自分たちでやってて、友達に座って床とか電動スプレーを作ったら、めちゃくちゃめちゃくちゃ久しぶりだけ飛ばしてる。しかも夜中に、しかも完成して一番今日明日朝にまでお客さんの時にやっと完成したって言った時の写真撮影を見たね。そうね、まだかもやりましたね。ごめんなさいね。いや、それは結構来たと思う。実際そういうのなかったら、ね、やりきれない感じ。今のところとは違う場所、違う場所で明治通りの方に23ぐらいの。あ、そうだね、D1 とか1階のお店だけ作って2階はもう売り付けると思うので、そのまんま案件であるんですね。2人ともちょっと柄悪いですけど、全然クリーンなんで、はい、説明されると悪そうだよね。そうなんですよ、逆に新しいこと始めるけど、そうだよね。ゴルフやりたいな。やろう。うん。ゴルフ、今 YouTube 動画やってるから。ああ、そうだ。芸人さんも対決しないよ。やりたいな。芸人さんみんなやってるから、ゴルフじゃねえ。でもな、ゼロから始めるゴルフのショットや。面白そう。だんだん上手くなってくるみたいな。ああ、確かに。
なんか YouTube を最近認知できてないから、なんかそういう、まあ、例えばゴルフならゴルフでこう成長が見えるから、一本の動画で終わらずにこう企画として成り立つ。分かった、そういう風に目標決めよう。ゴルフのドラゴン1本。ドラゴンってなんだっけ。飛ばせばいい。あ、それだけ違うよ。一番遠くのやつ優勝で、一番シンプルみたいな体験の人がいっぱいいる。それいいね。やけろやドラゴンに挑戦みたいなさ。これあと腕相撲企画とかをいいかなと思ってね。腕相撲いいんじゃない。でもなんか一回負けたらもう終わっちゃう。確かにけど、でも常にこんだけ苦しめたこのアスリートみたいなの面白くない。ああ。最終決戦はどうした。無理でしょ。最終決戦はどうした。いや、クエアいいやつってさ、やってるじゃん。まあ、なんか本当にいいやつなんてさ、なんかすごいじゃん。芝生のあの時もさ、クエアはいいやつになってじゃん。マイナスをプラスに変えて。TikTok 見たりしてたり見なきゃいけないんだけど。いや俺もさ全然そのやっぱ TikTok を今やるべきだみたいなけど無理でさ、おっぱいしか出さないんだよ。見よう見ようと思ってたけど目が疲れんだよね。ポーカーはどう分かるだけ仕様は。エキポーカーは、ポーカーはね俺やったことはあるんだけどあんまり詳しくない。ああそうでもなんか面白そうかなと思って最近ポーカーすごいね。でも確かにさちょっと前に1店舗あったのが今3店舗あって。すげえ。ポーカーがめちゃくちゃアミューズメントとして流行ってて、なんか渋谷にもなんかできないんですよ。いいことしてないの。はい、そうできてる。出てなんか YouTuber 頼むに一応した。へえー、あの何世界の世界の何沢何沢なんだっけ。横沢何沢横沢横沢だ。聞いたことだけハマっちゃってっていうか楽しくて。何やテキサスホールで不安になってるんですか。他に何がポーカー。ポーカーでなんか手持ちだけみたいなやつ。うちから子供の時やったらなかった。なんか入れ替えて、いやこれからそのポーカーすごい来る気がするな。はい、ということで今日は、浅草にあるタンキーというお店で、友達2人とお話しました。まあ、こういう感じで今後も Vlog みたいな感じでいろいろ動画撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。浅草のタンキー、そしてゴールデンコンセプト、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。